伊藤博樹に逆風が評価が正直すぎる。伊藤のバイエルン移籍は、共にバイエルンのスポーツディレクターであるマックス・ウェベルとクリスティアン・フロエントがあっという間にまとめ上げた契約で、バイエルンの首脳陣は、なぜこれほど早く伊藤に決めたのか理解できなかった、という。これを受けて、韓国のメディアも敏感に反応。インターフットバルは、ミャンヘンの取締役会も理解できなかった獲得。では、なぜ連れてきたと伝えれば、スターニュースも、衝撃だ。キム・ミンジェ最大のライバルである日本の伊藤、皆が望んだ補強ではなかったとはと報じている。フランクフルター、ランドスコア、エーベルとフロエントはすぐにこの日本人の能力を完全に確信した。何よりもパスとボールを扱う冷静さが印象に残ったと綴っており、それが素早く獲得に動いた大きな理由のようだ。現場が欲しがったということでしょんで、50億出したということは、経営陣も最終的に必要だと認めたということ。本当に望まれなかったなら、なぜこの早い時期に移籍が実現したんだよ。どちらが正解は、結局は結果を残せたかどうか。伊藤は3年分ですで経験を積み、成長してチームは躍進して2位に。その原動力となった。スタッツを見ても、伊藤の貢献は明らか。今回の伊藤の移籍に限らず、移籍が実現した事実に対して付ける難癖は、滑稽にしか見えんよ。どんな経緯であれ、伊藤がバイエルンという世界でも、屈指のクラブに行けるのは事実。ぜひ活躍してスタメンを奪ってほしい。伊藤だって、ワールドカップの時みたいにバックパスばっかりしてたら、左利きだとしても、ここまで評価はされなかったと思う。バイエルンは伊藤を追っていたと思うので、今が取るタイミングだと思います。補強に関してはまず、現段階で満場一致になるはずはない。伊藤も厳しいだろう。だからこそ今はポジティブに見たい。伊藤が活躍できるかは、始まってみないと、わからないけど、ビッグチャンスであることは間違いない。遠藤がリバプール加入した時と似てる。まだ若いし、高さもありながら、左利きでフィードも上手いから、価値はかなり高いと思うけど、ミンジェが良い選手だというのは、ナポリで証明はできていたと思う。ただ、バイエルンには合わなかった。頑張れ伊藤、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。